平井博明です。今回はですね、なんでレッスンとかでこれ注意されたんだろうとかですね、なんでこれ直してんだろうとかですね、注意されたことが多いことを5つ自分が実際に入れて打ってみたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まず1つ目、右肩をこう突っ込む、で突っ込まないようにしろと言われた質問、これ結構多いです。ちょっとじゃあ僕が逆に右肩を突っ込んで打ってみたいと思います。すっげえいい球出ましたね。 2つ目、力むな。これも上位に入ってきますね。結構多いと思います。力んで打ってみます。アドレスから力んじゃいますね。これも振った分だけのいい球出ましたね。3つ目、体重移動しろ。ってことは体重移動しないで打ってみたいと思います。いい音、いい球、めちゃくちゃいいかもしれないです。4つ目、頭残せ。頭を残さないで打ってみたいと思います。これもいいと思いますね。最後5つ目、上下動するな。ってことは上下動をして打ってみたいと思います。これもいい球ですね。結果的に5つのポイント全てにおいていい球が出ました。これ5つとも共通していることがありまして、何かと言いますと、自分がここだというインパクトのところにクラブを戻して間に合わせている、要はクラブが主体で動いてますよ、ということが全ての5つのショットの共通点です。なのでスイングで体の動き、どこが止まってる、動いてるというのは僕今あまり気にして打ってません。5つのショットに対してクラブがボールのところでちゃんと戻ってくるように打ったというだけです。なので形が先に決まって意識をして動いたショットではないんです。クラブが必ずボールに当たる動作をすごく意識して打ったので、この5つのお悩みを入れて打ってもあまりショットに影響がないんです。なので自分が打ちたいインパクトのポジションにクラブを必ず戻してくると、あまりミスショットっていうのは出ないんですね。でもやはり結構僕なんかもレッスンしてて多いのが、クラブが動く動作よりも形を意識している方がほとんどなんですね。どこの形がこうなってた方がいいとかですね、体重移動をしなきゃいけないからしてるとかですね、脇をこう腕とか脇を締め付けるとかっていう風な動きにすごく意識を取られていて、肝心なクラブが動いてボールを打つという動作が意外とおろそかになっていることが多いので、そこをどうしても伝えたくて今回この動画を撮ってます。ぜひぜひ練習場でですね、ボールを打つ、要は当て感ですよね、クラブをボールに当てる動作を身につける練習なんかをしていただきたいと思うんですが、ちょこっとだけそういう練習を紹介したいと思います。まずはいつもと違うアドレスを取ってみてください。普通でしたら、まあこういう、今これ7番ヤン持ってますけども、こういう構えをすると思うんです。したら今度足を揃えて、これでフルスイングしてみる、こういうスイングですね。はい、あとは足を前後にスタンスを取って打ってみる、これもいい球出ましたね。今度はその足を逆にしてみる、これもいい球出ましたね。結局今の3球なんかもいい音がしていい球が出て、ちゃんとボールが飛んでってます。これもさっきと同様、必ず自分が打ちたいところにクラブをパチンと
戻してきてるというのが最大のポイントになります。なのでこの構えに対してどう動くかではないんです。クラブがボールにちゃんと戻れば当たるということを常に意識していただいて、全ショット打っていただいた方がいいと思います。こういう、こう当て感ですよね。こういうのってゴルフってすごく大事です。例えばこういうライだったりとかですね、上に木があってこうちっちゃくしか動けない、そういう時とかにすごく必要になってきますので、ぜひぜひ練習でもいつものスイングと違うスイングをしてみることもすごくおすすめします。ご視聴最後までありがとうございました。